ボーヤイ・ファルカシュ、1856年11月20日、マロシュ・バーシャール・ヘイは、ハンガリーのトランシルバニアの成慶人の数学者にして、詩人。ドイツ語では、ファルカス・ボルフガング・ボーヤイと表記される。非ユークリッド幾何学の提唱者の一人として知られる、ボーヤイヤーノ氏の父。ボーヤイ家は名家であったが、ファルカシュの代には零落して、経済的には豊かではなくなっていた。彼は、経済的事情から大学進学を諦めかけたが、友人の父の貴族の援助により、ゲッティンゲン大学に通うことができ、ここで、後に大数学者となるカール・フリードリヒ・ガウスの同窓生となり、彼と親交を結ぶ。1798年にファルカシュは大学を卒業したが、その頃には貴族からの援助も途絶えており、再び経済的苦境に陥った。彼は故国ハンガリーに戻って、かろうじて大学の教職に就いたのであるが、それも薄給であり、息子のヤーノシュの学費の調達にも苦しんでいた。ただ、ファルカシュはヤーノシュが数学者としての才能を持っていることに気づき、自ら息子に数学の教育を施した。数学者としてのファルカシュは、平行線高順についての研究に熱中したが、その証明を果たすことはできなかった。後、ファルカシュの息子のヤーノシュは、父の影響のもとにこの問題に取り組み出した。ファルカシュは、自分の失敗の経験から、息子が、この研究を諦めるように諭したけれども、ヤーノシュはそれを聞くことはなかった。結局、ヤーノシュは父のように平行線高順を証明するのではなく、それは証明もできないけれども、その一方で反駁もできないものであるという結論に達した。これは平行線高順を前提としたユークリッド幾何学に対して平行線高順を必要としない全く新しい幾何学、つまり非ユークリッド幾何学の道を切り開いたものであった。息子が挙げた成果を見てファルカシュもそれを認め、早く発表することを促した。こうして、ヤーノシュの論文、空間論は、1832年にファルカシュの著書、子論の付録として世に出ることになる。ファルカシュは、息子の論文をガウスに送って、評価を請うたのであるが、ガウスの返事は、自分もずっと以前からそれに気がついていたのであるが、トラブルを恐れて発表しなかっただけであるというものであった。ファルカシュはこれを好意的に受け取り、息子がガウスと同列の数学者に成長したことを喜んだが、ヤーノシュ自身はガウスの評価を否定的なものと考えて衝撃を受け、研究の筆を折ってしまった。1937年に発見されたボーヤイは、彼の名前にちなんで命名された。ありがとうございます。